かな、65年ぐらい前です。ずいぶん昔です。NHK のね、まあ、まだ、渋谷があって、内幸町って言ってね、JR 新橋駅から近い、日比谷公園の 西隣にあの NHK があったんですよ。その頃ね、まだテレビがね、普及するかしないかというその直前ですね。まだラジオが全盛だった。で、ラジオの第一放送で、全国放送で、遊び場所ってね、リズム遊び番組があったんですよ。15分の、毎週。それを幸運にもね、私ね、芸大出たの私がご指名を受けて、作曲を担当したわけ。そこでね、作った歌がね、このね、一つが、このコン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 クシャンの歌なんです。あの、風邪ひきの歌ですね。で、テレビのように見えませんから、あの、ゾウさんがマスクしたとか、だんだん長いマスク。今ね、皆さん、あの体の動きであの歌を表現してくださったでしょ。その時の番組はラジオですから、全然目には見えないんですよ。だから全国の幼稚園の園児たちが先生を中心に、ラジオを取り囲んで、NHK の代表放送にスイッチを入れるわけ。そうすると、リズム遊び番組が始まって、僕の音楽が流れてくるわけ。そこで、コン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 クシャンなんてことをね、全国は子供たちが言うわけです。で、時代が変わって次が、ね、一気にあのテレビ時代が始まります。と、目で見えちゃいますから、今みたいね、な、あの、動作がすぐ、もう、家庭に入、いきなり直接入り込んでくるわけ。そういう時代になるわけですね。だから、そのちょうど転換時期みたいなところで、この歌が成立してるわけなんです。不思議ですね。コン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 クシャン。風邪ひきの歌なんですよ。はい、だ風邪ひいちゃいけませんよってことを暗に言ってるわけですけどね。はい、そういうわけで、先行きましょうか。また解説が必要だったらまたお話しします。